こんにちは、シエラです。先日初めての卵管造影検査から人工授精までを終えてきましたので、今回はそのご報告動画になります。前提として治療される方の体の状態であったり、クリニックや先生の方針によって治療方法や進め方は異なると思いますので、あくまで参考程度にお聞きいただければ幸いです。それではスタート。まず最初に大まかな流れを説明します。前回動画を出した時から今日までに5回クリニックを受診しました。まず1回目が卵管造影検査と卵胞のチェック、2回目はその2日後に卵胞のチェックをしに行きました。その時点では排卵までもう少し時間がかかりそうと言われました。そして3回目はさらに2日後に卵胞チェックをしに行った結果、そろそろ排卵しそうということだったので、排卵誘発剤の注射を打ってもらい、翌日人工授精することになりました。そして4回目は人工授精の当日です。この日は人工授精の他に黄体ホルモンの注射と10日分の黄体ホルモンの飲み薬も処方されました。そして5回目は人工授精から2日後に無事排卵したかどうかを確認しに行きました。こんな感じで生理10日目から17日目までの8日間の間、5回の受診があったので結構頻繁に通院したなというふうに感じました。それでは詳しくお話ししていきたいと思います。まず卵管造影検査と卵胞チェックの日です。この日は警報が出るぐらいの暴風雨の日で、正直娘を連れて行こうかどうかっていうのを非常に悩んだんですけれども、この日をもし逃してしまうと今期はダメで次のターンまで待たなきゃいけないことになるので頑張って行きました。まず X 線の検査室に呼ばれて、検査用の使い捨てのスカートに履き替えました。検査後は造影剤が出てきてショーツが汚れてしまう可能性があるので、生理用ショーツにナプキンをつけた状態で置いておいてくださいと言われました。検査台に立ったら台が横に回転し仰向けの状態になりました。その後看護師さんからいくつか説明がありました。まず痛みに関しては生理痛のかなりひどいような感じか、ひどい下痢になったような感じというふうに言われました。チューブを入れる時と、それから造影剤を入れる時と2回に分けて痛みが来るということで、造影剤を入れているのはだいたい40秒前後と言われたと思います。私は事前に痛み止めの座薬を処方してもらっていたので、きっと痛みは大丈夫だろうというふうに思いながら行ったんですけれども、その座薬は実は検査後の痛みを抑えるためのものであって、検査中の痛みというのは抑えることが難しいと看護師さんから説明がありました。事実だと思うので説明しなきゃいけないんだとは思うんですけど、言われたことによってより恐怖が増したのを覚えてます。リラックスするために頑張って深呼吸していたんですが、それでもすごく痛みに弱いので、もう だんだんガタガタと手が震えてきて痺れてきたのを覚えています。検査中は肩に力が入るので、この手すりがあるんですけど、手すりにはつかまらず、手はこんな感じで胸のあたりに置いておいてくださいと言われたんですが、もう事前に手すりの位置を確認してここを掴むぞって意気込んでいたので、ちょっと心もとなかったです。その後先生が入ってきて、もう緊張がマックスに達したんですけれども、大丈夫ですよ、ゆっくりやりますからねっていう風に優しく声をかけていただいたので、ちょっとだけ安心することができました。検査の流れとしては、まず器具で子宮口を開いて消毒し、細いチューブを入れて、そのチューブの先についているバルーンで子宮口を開いて固定して、その後造影剤を入れて X 線撮影という流れでした。感想としては、チューブを入れること自体は私はほとんど痛くなかったです。10段階のうちの2か3ぐらいでした。ただ造影剤を入れるのはやはり生理痛をひどくしたような感じで、3、4回に分けて入れていったので、こう段階を追うごとに痛くなっていったんですが、痛い、おしまいみたいな感じで、もうなんかちょっと叫んでしまいそうな痛ーっていう声が出た瞬間に終わったっていう感じで、痛み自体は結構痛かったんですけれども、本当に一瞬だったので耐えることができました。もともと想像していたよりは痛みの時間が少なかったので、本当に助かったなというのが終わった直後の正直な感想です。
で、X 線で撮っていただいた結果、まずは卵管は通っていそうですということで言われて、一旦検査室を後にしました。検査後も数分だけ検査台の上で休んでいたんですけれど、その後は問題なく歩くことができました。次に内診室に呼ばれて、経腟エコーで卵胞チェックがありました。卵胞の大きさを測るだけなので、もう 1,2 分で終了しました。その後、先ほどの造影剤の広がりを確認するために、もう一度 X 線室で撮影をしてきました。最後に診察室に呼ばれました。先生からは、卵管は問題なく通っているので大丈夫そうということと、今の卵胞の大きさを見る限りでは、だいたい3日後ぐらいに排卵しそうということで、まずは2日後にもう一度卵胞チェックしに来てくださいと言われました。そして予測通りであれば3日後に人工受精しますということでした。卵管造影検査の日はこれで終了です。検査後の痛みもなく普通に帰宅しました。余談になりますが、この日は検査も長いため子供の同伴が難しくって、一時保育も予約ができなかったので、クリニックの提携の保育室で娘を預かってもらいました。検査の30分前から検査が終了するまでずっと預かっていただけたのは本当にありがたかったです。そしてそこから2日後卵胞のチェックをしに行きました。この日の卵胞チェックでは予測よりももう少し排卵まで時間がかかりそうということで、さらに2日後にもう一度卵胞チェックしに来てくださいと言われて終了しました。そしてさらにその2日後に卵胞チェックしていただいたところ、いよいよ排卵しそうということで、明日人工受精しましょうと言われました。排卵誘発剤をお腹に注射してもらって、精液を採取するカップを受け取って帰りました。そして人工受精当日です。まず夫から受け取った精液を提出して、1時間ほどかけて洗浄と調整をしてもらいます。その後内診室に呼ばれて、細いチューブでその精液を注入してもらいました。痛みはほぼなく1分程度で終了しました。その後妊娠をサポートするための黄体ホルモンの注射を肩に打ってもらい、さらに黄体ホルモンの飲み薬を処方してもらって、その日は帰宅しました。ちなみにこの人工受精の当日、可能であればタイミングも合わせて取ってくださいと言われたので、まあ、ちょっと疲れていたんですけど頑張りました。そしてその2日後無事に排卵したかどうか確認していただいたところ、問題なく排卵していたので、あとは結果を待つだけということで帰宅しました。受精してくれることを本当に願ってはいるんですけれども、もしまた生理が来てしまった場合にはもう一度人工受精にトライする予定でいるので、生理開始から10日から14日の間にもう一度クリニックを受診する予定でいます。ちなみに卵管造影検査の日以外は毎回娘も私に同行してクリニックに通院していました。そして私が内診台に座っている時はベビーカーで一緒に診察室に入らせていただいて、私の横で見守っているというような感じでした。やはり2人目以降の不妊の場合は毎回妊活のタイミングに合わせて子供を預かってもらうというのは難しいですし、特に雨の日なんかは外へ連れ出すのも難しいので、子供が同伴可能なのは本当に助かっています。少し長めの待ち時間の時には休憩室へ行ったり外へ連れ出したりして待つことができたので、ほとんど娘もぐずらずに過ごすことができました。これで以上になります。また結果が出たらご報告させていただきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたねー。どうか受精してますように。